ラオス。ラオス人民民主共和国。ラオス人民民主共和国。英語名ラウピープルエスデモクラティックリパブリック。通称ラオスは、東南アジアのインドシナ半島に位置する共和制国家。アセアン加盟国。通貨は、キープ。人口約691万人。首都は、ビエンチャンである。アセアン加盟10カ国中唯一の内陸国。面積は、 日本の約63%に相当し、国土の約70%は高原や山岳地帯である。北は中国、東はベトナム、南はカンボジア、タイ、西はミャンマーと国境を接する。アジア最貧国であり、市場経済に移行したが、ラオス人民革命等による一党独裁が続いている。正式名称はラオ語でラテン文字転写。 セイサラナラットパクスズッポタイパクサクソンラウ読み、サーターラナラットパサイパタイパサーソンラーオ。サーターラナラットが共和国、パサーティパタイが民主主義、パサーソンが人民、ラーオがラーオ族を意味する。公式の英語表記はラウピープルズデモクラティック・リパブリック。ビザなどではラウピ DR と略される。通称はラオス、ラウス、またはラオス、 日本語表記はラオス人民民主共和国。通称はラオス。日本での漢字表記はラウ、ロウ。一方、中華人民共和国国内ではロウと表記し、ロウと省略するが、台湾、香港、マレーシア、シンガポールでは両国と称し、両と省略する。ラオス家人の間では、両が広く使われており、ビエンチャン市内には中国語学校の名門。 領土学校がある。また、肥料、両化などの略称を関する団体、企業は、ラオス国内外を問わず多数存在する。ラオスの歴史は、中国南西部、現在の雲南省中心にあった、南茶王国、南省国の支配領域が南下し、この地に定住者が現れた時代に始まる。王国滅亡後の1353年に、ラーオ族による、 統一王朝ラーンサーン王国がにより建国され、その勢力は現在の台北東部やカンボジア北部にまで及んだ。ラーンサーンとは、百万の像という意味である。昔、像は戦争の際に、戦車のように使われていたため、戦像、この国名は国の強大さを示し近隣諸国を警戒させた。しかし18世紀には、ビエンチャン王国、ルアンパバン王国、 チャンパーサック王国の三国に分裂し、それぞれタイやカンボジアの影響下に置かれ、両国の争いに巻き込まれる形で戦乱が続いた。19世紀半ばに、フランス人がインドシナ半島に進出し始めた頃には、ラオスの三国はタイの支配下にあった。が、ラオスの王族は、フランスの力を借りて隣国に対抗しようとし、1893年に、 フッツ大戦争が起こる。その結果、ラオスはフランスの保護国となり、フランス領インドシナに編入された。第二次世界大戦中は日本がフッツ・ビシー政権との協定により占領したフツイン親中。フランス領インドシナは日本軍の民豪作戦によって解体され、ラオスは1945年4月8日に日本の協力の下で独立を宣言をした。だが、 大戦後、フランスは、普通量インドシナ連邦を復活させようとしたことが、原因で、1946年に第一次、インドシナ戦争が勃発。1949年、ラオスは、フランス連合内のラオス王国として、名目上独立した。1953年10月22日、フランスラオス条約により、完全独立を達成した。独立後、ラオスでは、ウ 中立派、左派、パテートラーオによるラオス内戦が長期にわたり続いた。ベトナム戦争にも巻き込まれ、北、ベトナム、ベトナム民主共和国による南ベトナム解放民族戦線への補給路、いわゆるホーチミンルートに使われた。1973年にベトナム戦争の一方の当事者であったアメリカ合衆国がベトナムから撤退。1974年、 サンパ連合によるラオス民族連合政府が成立したが、1975年に南ベトナム、ベトナム共和国の首都イゴンが北ベトナム軍により陥落すると、同年12月に連合政府が王政の廃止を宣言。社会主義国のラオス人民民主共和国を樹立した。東西冷戦と中祖対立という国際情勢下でラオス人民民主共和国は内政。 外交両面でベトナムと、それを支援するソビート連邦の影響下に置かれた。1977年12月、在ラオス日本大使館、杉江誠一書記官夫妻殺害事件が発生。反政府派による政治的犯行を示唆する発表が、ラオス国営放送からなされた。2006年4月30日投票の第6期国民議会、一員制。 任期5年選挙の結果選出された国会議員115人のうち114人はラオス人民革命党の党員で、非党員は1人。同年6月に招集された第6期国民議会第1回会議において、ラオス人民革命党初期長で、軍出身のチュンマリー・サイニャー騒ンが国家主席にラオス人民革命党政治局員のブアソーオン・ブッパーバが首相に選出された。 2007年6月、アメリカに亡命したミャオ族の元王国軍将軍とアメリカ軍隊役少佐によるクーデター計画が発覚。関係者はアメリカ司法当局により局外中立違反で逮捕された。2010年12月23日の第6期国民議会第10回会議の閉会式において、ブアソーン首相は任期途中で辞任し、 国民議会議長のトーン・シン・タム・マボンが新首相に就任した。2016年3月の第8期国民議会総選挙により、文ン,ン・ウォーラチット国家主席、トーン・ルーン・シースリット首相体制となった憲法の全文で人民民主主義を謳い、第3条では、ラオス人民革命党を主軸とする政治制度と規定されているなど、マルクス・レーニン主義を掲げるラオス。 人民革命党による社会主義国型の一独再生、一党制が敷かれている。政府の政策決定は9人で構成される党の政治局と49人で構成される党の中央委員会において決定される。特に重要な政策に関してはさらに大臣の会議で審議される。国家主席を原始とする社会主義共和制国家であり、国家主席は 国民議会で選出され、任期は5年。職務の補佐、代行のために、国家副主席がいる。行政府の長は首相である。国家主席に指名され、国民議会で承認を受ける。任期は5年。副首相が3人。各省大臣、省と同格の機関の長により構成される。首相は、副大臣、県副知事、中央直轄市副市長。 軍庁を任命する権限を持つ。2006年7月、首相と政府を補佐し、閣議を準備し、政府に資料を提供する機関として、政府書記局が設けられた。立法府は一員制の国民議会。132議席で、民選、任期5年。休会期間中は、国民議会常務委員会が、国政監視などの権限を代行する。議席数は、 1992年選挙では85、1997年選挙では99、2002年選挙では109と増やされてきた。国防の中心はラオス人民軍が担う。他には民兵組織がある。2006年の国防予算は1、330万ドル。徴兵制で陸軍25,600人、空軍3,500人からなる。車両、 航空機等の装備は旧ソ連製のものを多く保有している。歴史的にベトナム人民軍と関係が深いが、近年は中国人民解放軍との交流が活発化してきている。地方に議会を設置しないで、現知事は国家主席が、軍長は、首相がそれぞれを任命するという中央、集権的地方行政制度をとっている。首都のビエンチャン氏を含む、 広域ビエンチャン行政区である、ビエンチャンとナコオンルアンビエンチャン、プリフェックチャート17県、クーエン、プロビンスから構成される。以前は、サイソムブーン特別区、ケートピセイトサイソムブーンが治安上の理由から首相府の直轄下に設けられていたが、2006年に廃止された。その後、サイソムブーン特別区は県に昇格して復活した。 ビエンチャントと県の下には百前後の村、バーンからなる軍、ムアンがある。ムアンにはラオス語で、軍の他に、町という意味もあり、日本の市町村に相当するものだと考えられる。ビエンチャントを除き、すべての県には、県庁所在地となる軍があり、そこが県とされている。県都とされる軍の名称は、ポンサーリーグニや、ルアンナムター軍のように県の名前と合致する場合、 サイグニやサマッキーサイグンのように県の名前とは全く異なる場合があるが、ラオス人の多くは他県のことであれば、県の名称イコール県とチャンパーサック県など一部例外はあるもののであり、一般人で県との名称をすべて正確に覚えている人は少ない。ラオスの首都はビエンチャンで主要都市にルアンパバーン、サーンナケート、パークセイ、パックセイなどがある。 ラオスは海と接しない内陸国である。国土の多くが山岳で占められており、林国に比べて比較的森林資源が多く、残っていた地域であるが、近年急激な森林破壊が問題となっている。国土面積の61%は2次、林、2006年。そして、この森林地帯でも多くの人々が生活している。原生林は国土面積の6%である。 ビア山、標高2817メートルが最高峰である。メコン川周辺には小さく平地が広がっている。メコン川はラオスを貫いて流れており、ミャンマーと、また、タイとの国境を成している。タイとの国境線の3分の2はメコン川である。また、国境として隔てるだけでなく、人や物が行き来する水運にも利用されている。年、フランスは、 雲南とサイゴンを結ぶ、通商路としてメコン川を利用しようと探検隊を派遣した。探検隊は中国まで到達はしたが、カンボジアとラオスとの国境にある高温パペンの滝が腰が高かったので、通商路としての可能性は否定された。それでも、今日、2000年代、ビエンチャンと雲南、傾向、中国ラオスとの国境にあるとの間で物産を満載した船が行き来し、 大切な交通路となっている。メコン川の寒気と雨季の水位の差は、ビエンチャンで10メートルを超えることもある。寒気の終わりの4月頃には最低の水位になり、小さな支流では水がほとんどなくなってしまい、メコン川本流でも驚くほど水位が下がってしまう。しかし、5月の雨季と共に水量が増し、8から9月には自然堤防を超えるほどの水量になり、低地を水で覆うほどになる。 メッコン川は栄養塩類が少ないが、雨季に洪水となる、高配置、氾濫源の底土からの栄養塩類を受けられる。そのため藻類やプランクトンなどが多く発生し、草食性、プランクトン食性の魚の模場になっている。このようなことから魚類が多く、周囲の人たちの魚場になっている。ラオスの気候は、モンスウーンの影響で明瞭な雨季と寒季があり、 大まかに言って5月から11月にかけては、雨季、寒季が、その後4月まで続く。都市部以外の幹線道路の多くが舗装されていない。ラオス国営航空が、ビエンチャンのワットタイ国際空港を拠点に、国際線と国内線を運航している。ラオセントラル航空は、ラオス発の民間航空会社であり、2010年10月に設立された。ワットタイ国際空港には、 大国際航空、中国南方航空などが海外から乗り入れている。主要産業は農業であり、人口の78%が従事し GDP の41%を占める。IMF によると2013年のラオスの GDP は100億ドル。一人当たりの GDP は1475ドルであり、世界平均の15%に満たない水準である。 国際連合による基準に基づき、後発開発途上国と位置づけられている。2011年にアジア開発銀行が公表した資料によると、一日2ドル未満で、クラス貧困層は国民の60%を超える412万人と推定されている。1975年12月に、ラオス人民民主共和国が樹立され、急速な社会主義化を行ったものの、 タイからの国境封鎖や、1975年と1976年の干ばつなどにより、激しいインフレと農産物、日用品の不足を引き越し、1979年には社会主義建設のスピードが緩和された。1983年に再び社会主義化を目指すが、ソ連のペレストロイカの動きとこうして1986年には、市場原理の導入、 対外経済解放を基本とする新経済メカニズムが導入された。この間、ソ連やベトナムを中心とする東側諸国からの多大な援助に依存する経済構造であった。そのため、1989年から1991年にかけて東欧諸国で起こった共産政権の瓦解はラオスにとっても危機であった。この時期に 価格の自由化を行ったことによって、激しいインフレと通貨キープが大幅に下落するなど経済は混乱した。政府は IMF のアドバイスのもと、経済引き締め政策を実施した。また、西側先進国との関係を改善し、国際機関や西側先進国からの援助が増大した結果、1992年には経済が安定した。 1997年7月に隣国タイで始まったアジア通貨危機はラオスにも大きな影響を与え、キープはタイドルだけでなくタイバーツでも大幅に減価した。国内ではタイバーツが自国通貨のキープと同じように流通しバーツ経済圏に取り込まれている。米ドルも通用するのでホテルやレストランから市場や街の雑貨屋までこの3つの どの通貨でも支払いができる。中国国境近くでは人民元も通用する。1997年にルアンパバンの町が2001年にはチャンパサック県の文化的景観にあるワットプーと関連古代遺産群がそれぞれ世界遺産に公式登録されたほか政府が1999年から2000年にかけてをラオス観光年として 観光産業の育成に努力した結果、観光産業が急速に発達した。観光のほか、国土の約半分を占める森林から得られる木材、ナムグムダムをはじめとする水力発電の隣国体への売電、対外援助などが主な外加減となっている。この中でも特に水力発電によってラオスは東南アジアのバッテリーと呼ばれている。21世紀に入り、 外国企業の投資促進のため、国内に経済特別区が設けられ、2012年には10カ所となった。南部パーク西軍には日系中小企業向けの特区も開設されている。中国やタイなどの賃金水準が上昇する中、安い労働力を求める企業の注目を集めている。海外からの援助や投資により、2008年には7.8%の 経済成長を実現している。とりわけ、隣の大国である中国の進出は目覚ましく、官民挙げて中国から業者や労働者がラオスに流入している。2007年には、ビエンチャンに中国系の店舗が集まるショッピングモールができた。また、首都には中国が建設した公園が完成し、ダム工事など主に日本が行ってきたインフラ整備にも進出している。他にも、 ラオスが主催する東南アジアスポーツ大会のメインスタジアムも中国政府系金融機関の約72億円の援助により着工、完成するなど、ラオス国民の間には中国に対する好感度が広がっている。ラオスに中国が進出する理由は、メコン川地域に豊富に眠っているとされる防気サイトやカリウムといった資源を獲得するためだと言われている。 2012年の世界貿易機関 WTO 加盟により関税引き下げの動きが進んでおりまた2015年には西安経済共同体のメンバーとして域内の貿易が自由化することで物流リンクの拠点としての位置づけを高める政策が取られている少ない人口がまんべんなく分散して暮らすラオスでは大部分の人は稲作を基盤とする農業を営んでいる まず、時給米を確保し、余剰分を販売し、現金収入とする。ラオス人の主食はもち米である。時給農業を基盤とした分散型社会である。ラオスでは、毎年約220から250万トンの米が生産されている。雨季は、稲作、寒季は、野菜等の栽培を行っている農家が多い。生産工は、2005年米57万トン。 野菜類77.5万トンである。労働人口の約8割が農業に従事しており、GDP は低いが食料は豊富で、飢餓に陥ったり、物声が増えるといった状況にはない。貧しい国の豊かさと言われるゆえんである。稲作は平野部で行われる水田水稲作と産地の社名を利用した焼き畑陸稲作とに大きく分けられる。 水田は小規模な遺跡で考えし、親から子へと相続し、人々はそこに定着している。焼き綿は太陽エネルギーと水循環がもたらす森林植生回復力に依存した農業であるため、土地への執着は少なく、集落内外での移住を人々は意図はない。近年は現金収入を得やすいパラゴムの木の栽培をする地域が現れている。メコン川流域は 高雨量に恵まれ、土壌が肥沃なため洋塞類の栽培も多い。パクセ生子郊外のボロベン高原は良質なコーヒー、キャベツ、ジャガイモの産地であり、コーヒーはラオス最大の輸出農作物。また、近年まで農薬や肥料の使用がされてこなかったことから、無農薬栽培の作物を育てて輸出する動きもある。ラオスの工業資源は未開発な段階にある。 例えば、肥料の原料などに利用できる、仮岩塩の大規模な鉱床が発見されており、面積は3 0トルに及ぶ。鈴鉱床の埋蔵量は100億トンに及ぶと見積もられている。アンチモン、溶、金、タングステン、鉄、銅、鉛、マグネシウム、マンガンの鉱床も発見されている。しかしながら、険しい山脈が縦横に広がる、国土、 未整備な交通インフラなどのため、2003年時点では、石炭29万トン、鈴300トン、塩5000トンに止まっている。唯一開発が進んでいるのは宝石であり、1991年には、サファイアの生産量が3万5000カラットに達した。ラオスは、落差が大きい河川が多い割には、人口が少なく、工業の発展が遅れている。 このため水力発電所の建設が相次ぎ、タイなどに電力を輸出している。ただ、国内の送電網整備が遅れているため、売り先のタイから電力を輸入する矛盾も抱えている。内陸国であり、外洋に面した港を持っていない。メッコン川は、大型船も航行できる川幅はあるが、ラオス南部に高温パペンの滝群があるため、外目から遡上できない。こうした、 物流面でのハンディは、外海に面した港湾を持つ、周辺諸国との道路、鉄道整備により克服されつつある。このため、賃金上昇や、人手不足に直面しているタイに比べて労働力が、豊富で人権が安い、タイプラス1、プラス1の対象国として、カンボジアやミャンマーともに注目されている。ただ現状では製造業は発展途上で、市場に並ぶ。 工業製品の大半は大成果中国製である。かつて近代的な設備を備えた大きな工場はビールや清涼飲料水などを生産する国営のメーカー、ビアラオが目立っていどうであった。ラオスの酒といえば米を原料とする焼酎、ラオラオがあるが生産は家内製酒工業レベルにとどまる。伝統的な織物も名高いが多くは 農家のの女性たちの副業業としてて手作作により作られ1986年のソ連のペレストロイカの影響を受け、ラオスでもチンタナカンマイ、新思考と呼ばれる市場経済導入が図られた。これは中国の改革開放、ベトナムのドイモイ、刷新と同様の社会主義体制の中に資本主義のシステムを取り入れようという試みである。 共産主義政権樹立以降ほぼ鎖国状態にあった、ラオスであったが、チンタナカーン前以降自由化と解放が進み、上記の経済の項目にある通り、政府がラオス観光年を設定し、プロモーションを行って観光産業の育成に努力した結果、観光産業が急速に発達した。ルアンパワンの街とワットプーなどの二つの世界文化遺産やジャール平原、 多くの仏教寺院などが年間300万人を超える外国光客を呼び、外貨獲得の大きな産業となっている。プロモーションのため、日本では2007年9月23日の24日、東京・代々木公園でラオスの魅力を紹介する第1回ラオスフェスティバル2007が開催された。2011年の人口は656万人であり、2000年以降は、 年10万人ペースで右肩上がりに着実に増加している。人口密度は1トルあたり24人。ちなみに、ベトナムは256人、タイは132人、中国、雲南省は114人、カンボジアは82人、ミャンマーは74人であり、ラオスは人口が少ないことがわかる。ラオスには大きい人口を抱える広大な地域がない。 例えばベトナムのコーガデルタ、メコンデルタ、タイのチャオープタデルタ、ミャンマーのイワラジデルタのような政治、経済の中心地にな地域がない。最大の人口を抱える首都ビエンチャン市でも人口71万人である。一番多いのはラオ族であり、それに少数民族が続く。しかし、ラオス政府はラオス国籍を持つ者を一様にラオス人として定義しているため、公式には、 少数民族は存在しない。1950年以降、次のように大きく3つに分けている。3社の人口比率は60対25対15である。その区分の有効性は疑わしい。しかし、この区分が国民の間に広まっている。ラオス政府の定義する、ラオス人は住む地域の高度によって、定時、ラオ族、ラオルム、国民の役のなわり、 ラオス北部の山間盆地、丘陵地、ラオ族、ラオトゥン、国民の約2割、山陸部に居住、水田水稲作と焼き畑の両者を、組み合わせ、高地、ラオ族、ラオスウーン、国民の約1割、山深くに居住、オカボ、トウモロコシを焼き畑で、栽培に分けられる。実際には、フアパン県に、カム族、タイデン族、タイダム族、モン族、アオモン族、 黒門族、ヤオ族が、ウドムサイ県には、門族が、ポンサーリー県には、赤族とタイダム族が、ルアンナムタ県には、ランテン族や、黒、タイ族、タイルー族、タイダム族、赤族、イゴ族、ヤオ族、門族が住んでいる。このような標高による住み分け分布ができたのは、紀元前から、文句メール系の人々がこの地域に暮らしていたが、旧世紀、頃から、 大系の人々が南下してきた。その後、新大末期の19世紀後半からも無ミン系やチベットビルマ系の人々が中国南部から移住してきた。漢人の支配、干渉を嫌い移住してきたと言われている。言語はラオ語が公用語である。その他、各民族語が使われている。英語はホテルなどで通じる。ラオ語とタイ語は 同一言語に属する個別の地域編集の関係、平たく言えば、ラオ語とタイ語は、それぞれが互いに方言関係にあるが、ラオスではタイからの影響力を遮断するため、ラオ語の独立性を強調する傾向にある。また、70代以上で、フランス式教育を受けた者や政府幹部、エリートなどはフランス語も通用する。宗教は、神座部仏教が60%、アニミズムや、 その他の宗教が40%であるが、しばしば仏教とアニミズムが混同されて信仰されていることがある。その他ラオス南部では、キリスト教も信仰されている。ラオス国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。詳細は、ラオスの世界遺産を参照。2017年2月20日、裕福な 中国人との偽りの結婚話で騙され、売春をさせられる女子高校生が増加していると、地元メディアが報じた。以前より、結婚や就職を隠れみのにして、タイへ少女を売る被害が報告されていたが、このタイルートに加え近年は、中国ルートが増加していることが、人身売買を調査している NGO 団体職員により判明している。被害少女の多くは、高校に、 三年生が主体で結婚のために学校を中退する。中国人は首都ビエンチャンを含むラオス全土で少女らに声をかけており、ラオス政府も事態を把握している。旧来から存在するタイルートでは役人への賄賂が常習化し、一つのビジネスとなっているが、中国ルートも同様になっている可能性が高い。ラオス国内の人身売買の実態は公式の調査が行われず、 正確な被害数すら把握されておらず、人権団体の調査も、政府機関の不透明な対応で妨害されがちであると、言う。ラオスの新聞は、英語新聞、ビエンチャンタイムズ、ビエンチャンタイムズ及び、フランス語新聞、ドゥレノバテュール、ドゥレナベイターを含めすべて政府機関発行である。さらに、公認通信社カオサンパテートラオ、ケイソンパテットラウ、ラウニュースエージェンシーが、 同盟の F フツ版新聞を発行している。主なラオ語新聞としては、パサション、パサクソン、ビエンチャンマイ、ビエンチャンマイニュースペーパーがある。ラオスでは、ラオス国営ラジオ、ラウ、ナショナルラジオ、LNR の放送が、中波、短波、FM にて行われている。テレビは、ラオス国営テレビ、ラウ、ナショナルテレビジョン、LNTV が2つのチャンネルで放送されている。 また、タイからのテレビ放送を視聴している人も多い。一方で、国境なき記者団が発表している世界報道自由ランキングの2009年版では、中華人民共和国に次いで低い169位に選ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。